バークのシアルトゥール・ジョゼでソーザ・ローレーロ、アーチャージョゼで、スーザ・ローレーロ、1853年2月11日から1932年7月7日は、ポルトに生まれ、テラスデボーロに没した、ポルトガルの画家。ローレーロは、絵の手ほどきを、友人であったアントニオ・ジョゼ・ダ・コスタから受けた。その後、ポルトコートを美術学院に学び、ジョアン・アントニオ・コレーラに指示した。 1875年、パトロンとなっていたデルフィン・ゲデスの援助を受けて、ローレーロは、ローマに赴いた。1879年、エコール・デ・ボザールで学ぶ、奨学金を得たローレーロは、パリに移り、カルチエラタンに住んで、アレクサンドル・カバネルの工房に入った。1880年から1882年に、かけて、同じく、ポルトガル出身だった。 ジョアン・マルケス・デオリベラ、アントニオ・シルバ・ポルト、ジョゼ・ジュリオ・デ・ソーザ・ピント、コルンバ・のボルダ・ロ・ピニエイロ、ジョアン・バスラと共に、サロンに出品した。フランス滞在中、ローレロは、マリー・ハイバースと知り合い、奨学金が求めていた条件に反するにもかかわらず、彼女と結婚した。ローレロは、代わりの奨学金を探したが、健康を害して、申請を断念した。その後、ロンドンへ移り、 展示した作品が注目されたが、健康状態のためにもっと温暖な気候の地へ移り住むことが必要になった。ローレロはほとんど英語が話せなかったが、1884年に妻マリーと共に彼女の記事であったオーストラリアへ移住し、メルボルンに定住した。翌年、ローレロはオーストラリア芸術連盟を名乗った最初の組織に参加し、 この団体は1888年には、ビクトリア芸術協会と合流した。ローレーロは、オーストラリア長老派協会の女子教育機関でデザイン教授となり、いくつかの美術展の審査員を務め、ビクトリア国立美術館の検査役にも任じられた。1901年に、妻マリーに先立たれたローレーロは、ポルトに帰国し、ロンドンの水晶宮を模した展示施設であった。 パラシオデクリスタルの中に工房を構えた。ここは、たちまち地元の芸術家たちや、その弟子たちが集まる場所となった。マリーとの間の一人息子は、第一次世界大戦中に亡くなり、その後1918年に、ローレロは再婚した。1932年、亡くなる数ヶ月前に、ローレロは、サンティアゴ大スパーダ軍事勲章を受章した。ローレロは、 田舎の風景を描くために郊外に出かけていたときに突然死した。ありがとうございます。